あの、名古屋というチームは、はい、シュートは、ね、そもそも、ね、そうそう、うん、本数なんですよ。打ってねえ。あ、本当だ。そうなんですよ。うん、なんなら、いわゆる17位ってことは、いわゆる残留できないぐらいのレベルのシュート数の少なさなんですよ。ね、わ、すごい。そうなんですよ。はいはいはい、なんだけど、国内パーセンテージはリーグ1位。わあ。めちゃくちゃ効率的ですよね。スーパースナイパーってことですね。無駄球打たんっていうことですね。そうなんですよね。はい、うん、普通だったら枠がいっちゃってもいいようなものが、どんどん決まったりだとか、だからもうシュートの数は確かに少なかったんだけど、それをちゃんと的確に枠内に入れていけるっていうところが、素晴らしいチームでもあったのかなと。監督の狙いだった、スタイルだったってことなんですね。そうですね。はいはいはい、あと、例えば、うん、あの、これも途中までが、ああ、まさにだなと思ったのが、フリーキック攻撃パーセント、うん、コーナーキック攻撃パーセントってあるんですが、うんうんうん、こちらに関しては、それぞれね、フリーキックとコーナーキックがどれだけシュートに結びついたかっていう項目なんですけど、はいはい、なんと、そんなね、よく、なかなかこう、守備的なチームだったら、このね、フリーキック、コーナーキックが大体こう、得点に結びつくケースが高いんですけど、うん、そういうわけじゃ名古屋はなかったと。うん、ただそれがこぼれた後の稲垣翔のズドンはいっぱいありましたけどね。ありましたね。うん。はいはい。それはこぼれ球だからフリーキック、コーナーキックのこのね、パーセンテージのまた対象外になってきてたからそれもあると思うんですけど。なるほど、なるほどね。はい。あ、そういうふうに数字出てるということね。ペナルティーエリアにどれだけ侵入したのかとか、うん、アタッキングサード相手のね、どれだけ侵入したかって数字も別に高くはない。うん、そうですね。中堅ちょい下ぐらいのところですから、はい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 、なんだけど、カウンターからとですね、シュートに結びついたパーセンテージっていうのは全体の6位ぐらいにいたりだとか、やっぱ個々のスキルで持ち去っていくっていうドリブルのパーセンテージも上位にいたりだとかっていう、っていうところがもう高く出てきたよと。実は名古屋1個だけね、ここにデータにないことではあるんですけど、最下位のものがあったんですよ。はい。攻撃にかけた人数の少なさ。いわゆる、最も人数少なかったんです。そうだね。うん。なるほどね。要は、だから普通のチーム、川崎とかであれば、ディフェンダー2人残ってて、8人で攻めるところもあったけど、なんか、なんだ、2人とかで決め切ってくるじゃないですか。そんな中で、どの大会、どのね、どのカップ戦とか含めても置いても、同じようなサッカーを基本的に継続させつつ、それで結果を残し、相手にこう、苛立たせてみたいなところは、これはすごい。理由で戦う上でも、消耗を考えても、理にかなってるってことですか。そうなんです。なんか僕は往年の、それこそ中日ドラゴンズをちょっと思い出すようなシーズンだったなと思っていて、はい、落合博満さんがね、はいはいはい、それこそ監督やられた時期ってのは、優勝した時ありましたよね。そうそう、はいはい、あの時ってのはそのピッチャー陣が半端じゃなかったってのがあって、うん、要は点取られなきゃいいだろうっていう、1-0でいいじゃんっていう、うん、そういうのもあったわけじゃないですか、うん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 。で、名古屋もその気配がかなり高かったチームというか。なるほど。名古屋、やっぱね、もちろんオフェンスとかってことは求めるものなのかなってところはあるんですけど、なんか名古屋って地域が、だからそういうなんか要塞みたいなチームになんかね、ゲームモデル作ってても面白いんじゃないのかな、改めて思いましたね。いや、面白い。なるほど。名古屋の人一つ、うん、J リーグの中で出した一つの最適解なんじゃないのかなと思います。これをベースにというか、まあ、守備力はあるから、はい、そこにだから足してオフェンスをってことになると思うんですけど、ね。マリノスにこう追随していくような感じになるのか、うん、それでもやっぱりカウンター型でやっていくのか、はいはいはい、さあ、うん、いったところですね。楽しみでございますね。